はいどうも、お疲れ様です。今回の動画はですね、第12週目、1週間をちょっと占ってみようかなと思いますね。一1週間占う20日から24日までの5日間になります。FX の世界では1週間は5日間というふうに区切られておりますんでね。ちなみに1年間は200日ということになっております。トレードできる日数はそんなに多くないっていうことになりますね。はい。で、まずね、週足の方なんですけども、週足はご覧いただけるように、 サンバガラスがここに見えてるでしょまあですんでこのまんま売りの圧力が下の方に向かってますよっていうこと。それだけですね。え、ちょっと前までね、あの、い圧力がこうぐーっと上の方に行ってきたんですけども、そのまま懐かしいことになってしまいまして、今は圧倒的な売り圧力です。そして上ヒえも出ている陰線ですから、その勢いはまあ強めかなっていうふうに考えることができますね。え、そして小さなあ陰線。大きな陰線。 また同じぐらい大きな陰線ってことなんで、勢いは増しているかなっていうところですね。まあ通常上昇したものが止まるときって、こういうふうにちっちゃい陰線で、えー、始まることが多いんですよね。それから振りをつけるように下の方に大きな勢いをつけております。えー、ですんでね、これ、えー、ウィークリーは下目線で考えていくといいのかなと思います。次は、ね、日冷やしの方を見ていきます。冷やしですね。 20日月曜日はどっちの方向に向かうのかなってことでございます、えー、前回はね、えー、こういうふうなロうソク足を解説したと思います上ひげ下ひげ実体が同じぐらいの大きさで構成されてますよってやつですよねでそっから下の方に向かっていったかなってとこですけども1個前はね下ひげが長い要線ですからこれ上に向かうのかなと思ったんですがなかなかね、えー、図式通りにはいかないもんでその次の瞬間 上に向かう圧力がなくなって下への勢いがすごく大きくなってますということで実体の大きな下ヒゲになってますね下ひげじゃないあのロうソク足の陰性になってますこれもだから下に向かうための方向性を示していると思いますね週足日足ともに下を向かいますねで4時間なんですが4時間は これはね1時間と同じなんですけども下ヒゲ出してるんで下への圧力がなくなってるんじゃないかなっていうふうに感じるんですがそれを突き破るように安値を更新していってるんですよねひげ先も下に向かってるでしょですんでこれはねえっ、ー、と通常他の部分がなければ下に圧力下への圧力ってのがかき消されてるように相殺されてるように感じるところもあるんですけども今回は下ヒゲ以上に下に向かう力の方が強いっていうことなんで 下目線になってますねえこれほどまでに下への圧力が強くなるとやっぱり1時間も同じようにえどんどんね安値が更新されているように見えます、まあ、ですんでこれは全時間軸が右下下がりですからまあ1週間ねいろいろあるんではっきりとは言えません20日から24日の間でずっと下の方に行くとは言えませんけどもとりあえず月曜日は セルの方で始まるんじゃないかなというふうに考えてまあ間違いないと思いますえっ、ー、とね高値の方もねどんどん切り下がっているでしょまあここはちょっと入れ替わってますけどもでももともとこっから始まってますからねそういうことなんで1時間も下の方に進んでいますこの3つのプライスは結局先週全て破っていってしまったってことになりますこれからね130円の方に向かうような1週間が始まるんじゃないかなというふうに考えられますけどもね はい。それでは月曜日は、まあとりあえず、いつものように様子を見るんですけども、いきなり入る場合はセルから入っていこうかなっていうところですね。まあ私の場合はまあ、いつもいきなり入るんですけども、先週は入りませんでしたけどもね、材料があった後なんで。はい。それではね、3月20日から24日、この12週目なんですけども、130円を割って129円台に行くのかどうかってことになってきます。シリコンバレーバンクをはじめとする銀行の連鎖倒産もアメリカの方で起きてまして、こちらの方はね、預金者の 財産を保全するというふうなことにはなっていますが、それでもね、やっぱり破綻してしまった銀行は止まりませんからね、預金者のお金が守られている分、その分、退避する現金っていうのはビットコインの方に流れているんではないかなというふうに感じさせますけども、さあ、そのビットコインに一時退避したドルが、また円がですね、またこのドル円市場に戻ってこないとも限りません。 えー、その辺をね、ちょっとこう、考えていかなくてはいけないのかなというところもありますけどもね。はい。では、とりあえず以上でございます。えー、第12週目は、下目線で129円、130円、こっちの方に、下の方に向かっていくんじゃないかなというふうに考えていきます。